違和感漢字探し。誤字を2箇所探す漢字問題が全部で7問です。では、始めましょう。第1問。誤字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分の間は開けません。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分はまではなくくの方です。第2問、誤字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分の横棒が1本足りません。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右下部分はこうではなく土です。第3問、誤字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分の横棒が1本足りません。二つ目はここでした。正しくはこちらの字です。左部分は人弁ではなく立身弁の方です。第4問、誤字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は乃木辺ではなく糸辺です。二つ目はここでした。正しくはこちらの字です。左部分に三髄がいります。第5問、誤字を2つ探してください。
正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。中部分は米ではなく麦です。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。下部分の横棒が1本足りません。第6問、文字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左下部分は右に曲げずにすぐ跳ねます。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分真ん中は点ではなく縦棒です。第7問、文字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左下部分の横棒は右上に払います。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左上部分の横棒は下の方が長いです。